はい、健康生活チャンネルの海老原貴大です。今回はですね、楽に短期ダイエットができる3パターンの断食方法についてお伝えしたいと思います。で、あなたは痩せたいと思ってはいないでしょうか。痩せたい、これはですね、今多くの方が心から願っている、もしかしたら日本で最も多い願いではないでしょうか。なんとかして痩せたいと、もうずっとこの太ってることとか、その増えてしまう体重にですね苦労してるから、もうなんとかして痩せたい、もうこう思ってる方多いと思うんですよね。日本人って生活習慣病の方が非常に多いですし、肥満の方が多いですので、やっぱりですね、割合的にもこの痩せたいという願いでね迷ってる方、悩んでる方は多いと思うんですよ。で、みんなですね、痩せたいという願いをね持ってるんですよ。そう、みんな痩せたいんです。でもですね、ただ痩せたいんじゃないんですね。楽に痩せたいんですよ。辛いダイエットは嫌だと、運動をするなんてとてもじゃないけど考えられないと、そして始めたとしてもね、運動をやったとしてもすぐにやめてしまうと、絶対に運動では痩せられないと分かった。ただだからといってですね、食事も我慢したくないんだと、辛い食事制限は嫌だ、健康食ばかりだと美味しくなくてつまらない、好きなものを食べたい、何も我慢はしたくない、しかし痩せたい。もしかしたらですね、あなたもそんなよくわからない状況になっているかもしれません。私もですね、昔はそんな状況だったんですよね。結構前はね太ってましたので、運動なんてね始めたけれども1日2日でねもう辛くなっちゃってやめちゃったりだとか、食事を制限したとしてもですね長続きしないんですよね。なかなかですね、その制限するのが難しいと、そして辛くなってきて、ストレスがねどんどん溜まってきて爆発的に食べてしまうというのを繰り返していたんですよ。で、そんなあなたにおすすめなのが断食なんですね。で、断食っていうとですね、全く食事を食べない時間を作ることですから、食事取らないなんてもう一番きついダイエットだからもう絶対そんなのしませんなんて考えちゃう方も多いと思うんですが、この断食はですね、まとめて一気に行う断食ではなくて、間欠断食というですね、楽な断食方法があるんですよ。ですのでチャレンジがしやすくて継続もしやすいものなんですね。ですが、このダイエット効果というのは普通の断食に比べてもですね、非常に優れているダイエット効果が高いものなんです。なんとですね、1ヶ月でマイナス5キロ痩せることができるという方法、それも健康的に痩せられる方法もあるんですね。で、今回はですね、この間欠断食が効果的だという研究報告がありましたので、この効果であるとか実践する方法を知っていただいて、楽にダイエットをしたい方はですね、必ず最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは、健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、今すぐ下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします。で、この方法はですね、今までダイエットに失敗してきた方は是非チャレンジしていただきたい方法なんですけども、これがですね、なぜかというと私もそうだったからなんですよね。先ほどもお伝えしましたけども、私もですねずっとダイエットで悩んでいたんですよ。もうずっとダイエットできなくて、もう日に日にね体重が少しずつ増えていくわけですよ。もう高校の時にはねもう結構痩せていたのに、もうそれからね社会人になっても毎年ですね500g とか1キロずつ増えていくんですよね。で、このちょっとずつの増え方だからそんなに気にならないかなって思うかもしれませんけども、これがですね 2、3年、4、5年経ってくるともう3キロ4キロ増えてくるわけじゃないですか。これ結構恐ろしいんですよね。何キロになっちゃうんだろうという恐怖があるんですよ。その反対に一気に太っていないからセーブできてるのかなっていうふうに思うんですけども、実際にお腹は出てくるし、顔のお肉もついてくるし、時にはちょっと太ったなんて言われるわけですから、このね太ってくるって非常に恐ろしいと。でもですね、さっき言ったように運動ってめんどくさいじゃないですか。そして食事をね制限するのでとても辛いんですよ。私も食べるの大好きですから、よくね食べに行っていたし、おやつとかもよく食べていたんですよね。なんなら毎日ですね麦チョコっていうお菓子をね食べていたし、週に3回4回ぐらいはねラーメン食べたりとかしてたんですよね。もうだから食事制限なんてとんでもないと。だからといって運動もできないと。でも痩せたいっていうのをずっと繰り返していたんですよ。で、ずっと痩せられない私がですね、やっと痩せられたのがこの断食なんですよね。ですからあなたがですねダイエットをしたいけれども失敗を繰り返しているのであれば、私はですねその気持ちでよくわかるんですよね。気持ちは本気で痩せたいと思っているのに、ここがですねベースという体重がですね徐々に増えてきてしまうというこの恐怖、ものすごく怖いですよね。私は本当はその40 9キロとか50キロなのに、もうそれがですね、いつの間にか55キロになってしまったとか、怖いじゃないですか。で、私もですね、もともとは体重がですね、65キロぐらいだったのに、いつの間にか増えていって、75キロぐらいまで増えてたんですよ。でもう75キロ超えた時点ですね、あ、もうこれ本当にやばいというふうに思って、そのダイエットをね、めちゃくちゃ真剣に考え出したんですね。まあだからね、この恐怖がものすごくわかるんですよ。あなたのね、その基準となる体重はもっと軽いはずなのに、徐々に増えてきてしまうと、もう昔のように戻れないっていう恐怖があるんですよね。ですからまあ、ぜひですね、ダイエットを成功させてね、ぜひ以前のあなたに戻っていただいて、自信を取り戻していただきたいんですが、今回のですね、3つの断食方法を知っていただくと、もうそんなお悩みってなくなるんですよ。なんといってもですね、この方法を知っておくことで、あなたはですね、いつでも楽にダイエットをすることができるということが体験として分かりますので、あなたの体でね、体験することができるんですよ。あ、これやれば痩せるんだなってことが分かりますので、あなたの体でも痩せるってことが分かりますので、あ、最近ちょっとね、油断してきて徐々に増えてきたなと、じゃあその間欠断食ね、そのしてもう一回ちょっと落としちゃおうかななんてね、このダイエット法で痩せられるという確信が持てますので、何度でもこれを再現することができるんですね。でしかもですね、これを行うことで健康的になりますので、その毎日ね、サラダだけを食べるとか、お豆腐だけを食べるとか、しかもですね、その結果、ダイエットを行った結果、その体調が悪くなるなんて、間違ったダイエットを今後しなくても済むんですよね。これってめちゃくちゃいいと思いませんか？いつでも痩せられて、しかも健康になるんですよ。で、この間欠断食についてですね、関する研究報告があるんですけども、これはアメリカ・イリノイ大学からの報告になります。で、この研究では、間欠断食が通常のカロリー制限と同様に体重の減少に効果があること、そして代謝を上げて健康的にする効果があることを証明するために行われたんですね。で、この研究チームはですね、3種類の間欠断食を含む研究、いろいろ研究が、ね、あったんですけども、なんとですね、25件もの研究をまとめた解析を行ったんですよね。というのも、最近の傾向としてですね、断食、これはファスティングとも呼ぶんですけども、この方法というのが見直されてきて、健康的にいいじゃないということで、さまざまな研究が上がってきているんですよ。で、研究というのは、そのいろんな研究データをまとめて、その解析するという方法がですね、メタアナリス解析というんですが、こちらの方が信頼性がとても高いですので、今回はそれをやろうかなっていうのが今回の研究なんですね。で、そこはですね、このデータを解析して、3パターンの間欠断食の効果を調べたんです。で、この研究ですね、調べた間欠断食は、次の3つの方法がありました。まず1つ目が、確実断食です。これはですね、通常1回の食事で500カロリーを摂取する断食日と、交互に行われるごちそう日というものを含むということですね。ですから、その500キロカロリーしか取らないのが断食日。全く取らないわけじゃないんですよ。少し取るんですよね。そして、でも500キロカロリーって結構少ないんですよ。で、それと交互に行われるごちそう日。普通に食べてもいいってことですよね。だから、普通に食べる人、その500キロカロリーしか取らない日を繰り返すという、断食方法です。そして、2番が、5対2ダイエットですね。これは週に5日間のごちそう日と2日間の断食を含む断続的断食の修正版になります。つまりですね、週に2回は断食日を作ろうということなんですね。で、例えばですね、月曜日と火曜日普通に食べたとして、1日じゃあ水曜日は断食をしますと。そして木曜日、金曜日普通に食べたとして、そしてまた、土曜日じゃ辛いか、木曜日に普通に食べて、金曜日にじゃあ1日断食をして、そして土曜日、日曜日は普通に食べますと。こうすると、水曜日と金曜日が断食の日になりますので、1週間のうちで5対2の割合で断食をすることになるじゃないですか。こういった間欠断食の方法なんですね。そして3番目が時間制限ダイエットです。食事がですね、1日あたりの指定時間内、通常であればですね、4時間から10時間に制限されて、食事期間中のカロリーの制限はなしという方法なんですね。これ最近ですね、16時間ダイエットといって、夜中のですね、夜の8時までにご飯を食べ終わって、そこからですね、8時だから、そこから4時間経って次の日でしょ。でそこから、16時間だから12時ですね、次の日の12時までは何も食べないと。だから夜ご飯を8時までに済ませて、そこから16時間、次の日の12時までですね、何も食べないという16時間ダイエットで結構流行ってるんですけども、これを行うという、その断食方法なんですね。だからこれは毎日繰り返すんですけども、お昼ご飯と夜ご飯は普通に食べれますと。ただし夜ご飯は8時までですよ。でもそれだったら、その時間までだったら昼ご飯と夜ご飯は普通に食べられて、で朝ご飯は食べませんと。でそうすることでですね、16時間断食の時間を作ることができますので、これで痩せられるという方法なんですね。これ最近人気なんですよ。この3つの方法が、研究から分かったんですね。あることが分かったんですね。でこの間欠断食についてそれぞれの効果を調べた結果なんですが、この間欠断食を行うことで10から 30% のカロリーを制限することができて、そして 1% から 8% の体重減少効果があるということが分かったんですね。ですので最大ですね 30% カロリーを制限できたと、そして最大 8% も体重を落とせたというのはすごい結果ですよね。で例えばですね、このカロリー量がね、どれぐらい変化するかというと、1日にですね、消費するカロリーって基礎代謝じゃないですよ。基礎代謝に運動とかね、その活動とかを含めた場合、男性がですね、1日に2200キロカロリーぐらい消費するんですよ。で女性が1700キロカロリーぐらい消費するんですけども、この1日にですね、消費するカロリーを食事から摂取するカロリーが上回れば、だからつまり消費カロリーよりも摂取カロリーが上回れば脂肪が増えてしまいますし、反対にですね、摂取カロリーの方が下回れば脂肪が減って痩せるということができるんですよ。だからこの消費カロリーを上回らない食事っていうのが非常に大事なんですね。ですから摂取カロリーを減らして消費カロリーを増やせばですね、痩せることができるという簡単な計算になるんですけども、これがなかなか難しいんですよね。というのも食事からですね、摂取できるカロリーって結構多くてですね、例えばですね、カツ丼だとこれを1杯食べるだけで1000キロカロリー程度ありますし、普通のカレーライスですね、みんなが大好きなカレーライスが1杯で850キロカロリー程度あるんですよ。そしてオムライスがですね、これも850キロカロリー程度ありますし、普通のオムライスですよ。普通のオムライスが850キロカロリー程度ありますし、ミートソースのパスタが600キロカロリー。お好み焼き1枚が550キロカロリー程度ありますので、結構カロリーって多いんですよね。で例えばですね、チョコレートのお菓子とかもねありますけれども、大体ですね、その小さい袋でも1袋見てもらうと350キロカロリーとか400キロカロリーとかあるのが普通なんですよ。だから完食するとそれだけカロリーってもうどんどん増えてしまうんですよね。でまたよくですね、食べる方が多い食パンがあると思うんですけども、食パンはですね、1枚で150キロカロリーあるんですね。そしてご飯はですね、1杯で270キロカロリー程度ありますので、もうご飯2杯食べる方なんかね、もうすごいことになっちゃうんですよ。ですからやはりですね、簡単にカロリーを取りすぎてしまうことになるんですね。ですので多くの方がですね、このカロリーを取りすぎになってしまっているんですよ。しかしですね、今回の研究報告のように間欠断食を取り入れてもらうとどうなるかというと、例えばですね、1日に2200キロカロリーを摂取している食生活の方、その太りもしないし現状維持しているかなっていう方の食生活の場合ですね、この場合には摂取カロリーが 30% 減少したとすると1540キロカロリーまで抑えることができます。その差はなんと660キロカロリーもあるんですね。たった 30% と思うかもしれませんが、結構差が出てくるんです。660キロカロリーっていうとパスタ1杯程度よりも多いですので、それぐらい増やすことができるんですよ。丸々ね、1食抜けるわけですからね。でまた体重がですね、60キロある方がですね、8% 体重が減少したとするとですね、8% の体重減少ってそんなに多くないように感じるじゃないですか。でもですね、例えば女性でね、ちょっとふくよかな方って60キロ程度あるかと思うんですが、その方が 8% 体重が減少したとすると、その体重は55.2 キロになるんですね。なんと 4.8 キロもダイエットをすることができるんです。で 8% って聞くと少なそうに感じますけれども、 4.8 キロねダイエットができるってなると、もうこれは大成功じゃないでしょうか。ですので、痩せたい方、ダイエットをしたい方はですね、ぜひこの間欠断食を取り入れていただきたいんですね。で、今回のね、その研究報告では、間欠断食の方法が3種類ありますので、あなたにも合う方法があると思うんですよね。私は1日ごとにね、食べない方が合っているとか、私はその5日間とその2日間の断食という方が合っているとか、人によってはですね、私はその500キロカロリーね、少なくてもそれを取れるその断食日を繰り返す方が合っているという方もいらっしゃるでしょうし、まあ、私はね、その週に2日断食日を作ってあとは食べるという方が合っているわっていう方もいらっしゃるでしょうし、最近人気のですね、時間制限ダイエットのね、その時間制限でその断食を行っているのが合っている方もいらっしゃると思うんですよ。だからね、3パターンもね、断食方法があれば、あなたも行える方法がね、あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただですね、この確実断食を行うにあたって一つ注意点があるんですね。それは、健康的にダイエットをするならその断食の方法をちょっと変えないといけないんですよ。というのも、断食というのは食事を全く取らないということなんですけども、全く取らないとですね、それはまた別の問題を作ってしまうんですね。というのも、食事をですね、摂取しないと血液中の糖質が減少していくんですね。血液中の糖質というのは脳のエネルギー源だったり、体を動かすエネルギー源になりますので、その食事を取らないと血液の中からどんどん糖質を取っていって、その糖質が減ってしまうんですよ。ですが、体を動かすためにも脳を動かすためにも、この糖質というのはエネルギーが必要ですから、その食事を取らないとですね、どんどんエネルギー不足になってしまうんですね。まあ、ですから、そのエネルギー不足の状態になってしまったとして、でもですね、脳も生きていかないといけないですし、体もちゃんと生きないといけないですし、活動もしないといけないですから、どっかからエネルギーを作り出さないといけないんですよ。すると、どこからですね、体とか脳を動かすエネルギーを作ると思いますか？どこからね、このエネルギーを作り出すのか。いきなり死ぬわけじゃないんですよ。食事を取らないからといって、もうそのね、その糖質を使い果たしたらいきなり死んじゃうというわけじゃないんですよ。人間ってそうですよね。水さえあればね、20日程度生きられるみたいに言うじゃないですか。ですから、体のどこかからエネルギーを作り出しては持ってくるんですが、じゃあどこからこのエネルギーを作ると思いますか？脂肪を燃やしてですね、エネルギーを作るっていうふうに思うかもしれませんが、実は違うんですね。それが実はタンパク質を使ってエネルギー源にしているんです。人間はですね、エネルギーの元となる栄養素を使う順番というものが決まっていてですね、まず最初に糖質が使われるんですよ。しかしですね、糖質は大量には体の中に溜めておくことができませんので、糖質がなくなるとですね、次に使われるのがタンパク質なんですね。で、タンパク質は筋肉であるとか内臓などに多い栄養素ですので、このような場所からタンパク質を奪っていって、タンパク質が奪われて、そして糖質にですね、変えられてエネルギーとして使われていくんですね。だから、それはね、大変なことなんですよ。もう筋肉からしたらとんでもない迷惑ですよね。ちょっとタンパク質もらっていくねと。それ俺の筋肉なんですけどと。私のその筋肉のね、体の一部なんですけどと。もうそれをですね、無理やり奪っていって、だってこれ持っていかないと脳が死んじゃうじゃんということで、タンパク質奪っていくんですよ。で、あるいはですね、心臓であるとか、内臓系ですね、胃でも腸でも、やっぱりタンパク質って多く使われていますので、あと皮膚とか髪とかにもね、使われていますので、こういったところからもうちょっとタンパク質もらっていくねと。脳が死んじゃうから、体を動かせないから、もうこのタンパク質使っていくねというふうにどんどん奪っていくわけですよ。もうその内臓からしたらたまったもんじゃないですよね。いや、それ私の体作っているその栄養素なんですけどみたいな状態ですよ。まあ、ですから、このようにですね、タンパク質奪われることで筋肉はですね、減ってしまうことになりますし、その内臓もですね、どんどんその弱ってしまうんですね。で、筋肉はですね、最も代謝を作っている、代謝を行っている基礎代謝の大元ですので、筋肉はですね、落ちてしまうと、もちろんですね、力も低下するんですけども、この基礎代謝が落ちてしまうんですね。で、そうすると、その基礎代謝がね、その消費カロリーが落ちますので、太りやすくなってしまいます。まあ、だからリバウンドしやすい体になるんですよ。でまた内臓からですねタンパク質が失われると内臓の働きが弱ってしまいますので、さまざまな不調を作ってしまうことになるんですね。だから間違ったダイエットっていうのはずっと続けていると、もちろん筋肉が弱ってしまうと、そして基礎代謝が落ちてリバウンドしやすい体になって、そして内臓の機能が落ちてしまいますので、さまざまな不調が出てきてしまうんですね。ですから断食を行う際には脳と体を動かすためのエネルギーとなる必要なだけの最低限のカロリーを摂る必要があるんですよ。でまた食事を摂らない時間を作るということはカロリーを減らすだけではなくて、他の必要な栄養素も不足してしまうことになるんですね。例えばですね、もともと不足しがちな栄養素であるタンパク質であるとかミネラルとか食物繊維とかですね、これらは普通の人でさえ今摂れていない方が多いですので、食事を行う機会が少なくなると余計にですねこういった栄養素が不足してしまうことになって、体調不良を作ってしまうことになるんですね。だからこういったことを知らないでですね、勝手な健康的に悪い断食を行ってしまって体調不良を作っている方って結構多いんですよね。で今ですね、芸能人のね華原朋美さんって方がめちゃくちゃダイエット頑張ってますけども、今結構体調不良でね悩まされているそうなんですよ。あれもやっぱりですね栄養素絶対足りてないはずなんですよね。で結構ですね無理なダイエットした方はこういった不調ってよく聞きますので、やっぱり間違ったダイエットってね結構辛い思いするんですよね。だからちゃんとこの栄養素というのはちゃんと足りているようにダイエットを行いたいところなんです。というかこの必要な栄養素を取りながらダイエットを行うってねもう鉄則なんですよね。だからこの断食を行うにしてもこういった栄養素は取った方がいいと。でそこでおすすめなのがこちらの酵素ドリンクなんですね。でこれはですねファスティング専用に作られた酵素ドリンクなんですけども、ファスティングを断食を行うために計算されて作られていますので、断食を行うために必要最低限のカロリーっていうのが計算されて入れられていますし、あとですねビタミンとかミネラルは十分に入っていますし、そして50種類の乳酸菌が入っていますので腸内環境を良くしながらその断食を行うことができるんですね。だから断食を行うんだったらもう結構おすすめのドリンクなんですが、この酵素ドリンクをですね断食のタイミングで取っていただくと、このドリンクのですね活動に必要な必要最低限のエネルギーがありますので、そのエネルギーが足りなくてですねお腹が空いたりだとかふらついたりだとかイライラするということがなくなりますので、とても簡単に間欠断食を行うことができますし、ビタミンとミネラルを取れますので栄養素的にもいいですよね。なんだったら普通の食事よりも栄養がね強化されていいという方もいらっしゃると思います。でまた腸内環境も良くなりますので、大体の断食ってですね腸内環境を悪くしちゃうんですよ。腸内環境にいいものを全く取らないですので、腸内細菌がいなくなってしまってですね逆に体調を崩す方って多いんですよね。ですがこれだったら腸内環境を強化しながら取ることができますので、結構やっぱり断食を行うんだったら必須だと思いますね。で断食をすることはですね今はファスティングというふうに呼ばれているんですけども、一番の確実断食は食べる日と食べない日を交互に繰り返すんですが、これは1日ファスティングという方法になるんですね。そして2番の5対2ダイエットはですね5日間食べて2日間断食するんですけども、1日ファスティングを2回するっていうものですよね。そして3番の時間制限ダイエットは1食だけ抜くということになりますので、これは半日ファスティングという断食方法になるんですよ。でそれぞれですね正しいやり方があるんですが、これらのですね正しいやり方については私の別の動画で詳しくお伝えしていますので、1日ファスティングのやり方であるとか半日ファスティングのやり方であるとか、そしてファスティングに使う飲み物と飲んではいけないものについて話した動画などもありますので、次はですねこちらの動画を下の説明欄のリンクからご覧になってください。ということで今回は楽に短期ダイエットができる3パターンの断食方法についてお伝えさせていただきました。で間欠断食はですね私がサポートを行った方でも2ヶ月で10キロ痩せる方もいらっしゃるくらい強力なダイエット効果があるんですね。でしかも健康になれて健康診断の結果もですねかなり変わってくるんですよ。悪玉コレステロールが高いとか中性脂肪が高いとかですね肝臓の数値が悪いという方もたくさん見てきたんですが、この断食を行うことで間欠断食を行うことで健康診断の結果って劇的に変わるんですよね。ですので、痩せたい方とか健康になりたい方は是非一度チャレンジしてみてください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでもためになったなというふうに思っていただいたら、動画を作る励みになりますので、是非高評価とコメントで応援をよろしくお願いします。で、あとですね、このおすすめのコンサルリンクはね、もしすぐに始めたいよという方は、下にですね、正規販売店のリンクも載せておきますので、もし興味があったらそちらから見てみてください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。